遅い遅い。ほんと？待たせちゃった感じ？ううん、赤嶺ちゃんも数秒前に来たばっかり。高島ちゃんは？私は…10分前に着いたんだ。ごめん。いいのいいの、勝手に興奮してちょっと早く出てきちゃっただけだから。にしてもトリプルデートってさ、3組でじゃなくて3人でなんだね。組？あ、もしかして赤嶺ちゃん、レンちゃんとデートしたかった？そうは言ってないでしょ。え？じゃあ他の誰を想像したの？高島先輩の意地悪。それでこれからどこ行くの？あれ？決めてなかったっけ？私は決めてないよ。ゆうきちゃんが決めてたんじゃないの？え、私そんなこと言ってた？言ってはいないと思うけど、なんとなく言い出しっぺだからかな。でも決めてないし、どうしよっか。はい、二人とも提案提案。ジムなんかどう？それかアスレチック公園、ショッピングとか映画は？どれもみんな楽しそう。あ、じゃあ棒が倒れた方へ行くことにしない？うん、いいよ。けどゆうきちゃん、棒は？あ、棒ないや。それで結局誰も提案してない場所へ来るのってなんか変じゃない？あれ？誰か言ってなかった？言ってないと思う。あ、でもちょっと言おうとは思ったよ。おお、以心伝心。そういえばここって前にダブルデートで来たところだよね。そうなんだ。ダブルデートってことはそれも二人で？あ、違うの。その時はぐんちゃんと東郷さんも一緒に。ふーん、よくそういう感じで遊んだりしてるの？そんなにはしてないかな。赤嶺ちゃんはレンちゃんとゲームセンター来ることある？ないね。ゲームってあんまりしないかも。やってもどうせレンチが勝つし。レンちゃん上手なんだ。最初は私の方が上手いのに、レンチってば何でもすぐ上達しちゃうからさ。へー、でもそれいいことだよね。よくないよ。だって私勝てないと悔しいし。負けず嫌いさん。ぐんちゃんも上手で私勝てないけど、それでも楽しいよ。高島先輩はそうかもだけど。ゲームしてるぐんちゃんね、とってもかっこいいんだよ。堂々とのろけすぎだよ。東郷さんもかっこいいよ。ゲームで？うん、何回もズバババーってゾンビを全滅させてたよ。ああ、そういうの得意そう。中学生なのに、なんであそこまで銃の扱いがうまいんだろう、あの人。あ、ねえねえ、プリントシール取ろうよ。賛成。トリプルユーナズ初のプリシーだね。どんな顔すればいい？え、どんなってどんな？変顔とか決め顔とかあるでしょ。早く早く、カウント始まってる。ああ、じゃあ、うわ、美味しい時の顔、うどん食べ顔。うどん、つるっと、美味しい。あっという間にランチタイム。3人で食べると美味しいね。二人ともプリシーと同じ顔して食べてる。はあ、ねえ、私気づいちゃった。何に？ランチとレンチって似てる。あ、そういえば私ランチョンマットをレンチョンマットって言っちゃったことある。レンちゃんってさ、料理上手ですごいよね。東郷さんだってそうじゃん。二人ともすごいよ。どこで勉強したのかな。独学でしょ。こだわりが強い人って何でも突き詰めちゃうみたいだから。ぐんちゃんは？高島ちゃんってぐんちゃんとお弁当交換とかする？交換はしないな。交換はっ
ってだったら高島先輩が作ってあげちゃってるとか。あ、ごまかす、ずるいんだ。じゃなくてじゃなくて、一食丸ごとは作ってあげたことないなってだけだよ。おかずあげたりはしょっちゅうしてるけど、私そんなに料理できるわけじゃないしね。でも作ってあげたらきっと喜ぶよ。でもなんか悪いし。悪いって何が？だってぐんちゃん優しいから、まずくても無理して美味しいって言いそうでしょ。あら、え、何？またそうやってさりげなくのろける。だって本当のことだもん。ねえ、じゃあじゃあ今度さ、トリプル弁当会しちゃわない？面白そう。私たちでぐんちゃんと東郷さんとれんちゃんにお弁当作る日。ああ、どうしようどうしよう、中身は何にしようかな。ブロッコリーと鶏肉。え、調理法は？茹でるだけ。味付けは塩。隊長、本屋さんへ行くことを提案します。私たちにはお料理の本が必要であります。その提案を許可しま…許可？議決？決定知るであります。知るじゃない、する。ゆうきちゃん、それに合う。すっごくかわいい。本当？ってことは二人にも似合うってことだ。同じ顔って便利だな。あ、けどさ、私たちの普段着ってあんまり被ってないね。そうだね。どうしてかな。やっぱり少しずつ違うから。育ってきた環境が違うから。好き嫌いは否めないしね。私は何と言っても動きやすさ重視だし。私は楽ちんさ重視。私は何だろう。あ、言うんでしょまた、ぐんちゃんと会うの重視とか。言わない。でもでも、そういうのって大事？そういうのって？一緒にいる人に合わせるの。勇者部全員と合う服って難しそう。なんで全員と合わせようとするの？ゆうきちゃんは東郷さんとだけ。東郷さんと洋服か。別にそれはいいや。え、どうして？周年記念とか特別な時にお揃い着るのが大好きなんだもん。だから普段は我慢我慢。おお。あ、でもでも小物とかはいつでもいいかも。お揃いの筆箱とか。なんで急に筆箱？なんか何でもちっちゃいの。あ、例えばこういう感じのシュシュとか。わあ、それかわいい。私それ買っちゃう。じゃあ私も。あれ、二人とも2個ずつ？そういうゆうきちゃんだって自然に2個持っちゃってるじゃん。一個は東郷さんにお土産？私もぐんちゃんに。私はレンチが欲しがるかもだし、取られたら嫌だから。赤峰ちゃんかわいい。照れ屋さんだなこの子の。耳まで真っ赤だよ。ふんだ、どうせ私は赤なですよ。